今日は先発バファローズはディクソンでした。1回は4番の中村を迎えてサードヘルマンのライン際の素晴らしいプレーがありました。0点のスタートになります。そしてこのポイントですね。そうですね、ここですね、戸上の立ち上がり2アウト満塁でペーニャ、はい、3ボール1ストライクですかね、はい、ストレートでした。ここは戸上の勝ち、回を0点で切り抜けます。その裏満塁のチャンスが来たライオンズ、1番の秋山、これがあのナックルカーブでしたね。そうですね、2球続けてきたんですけども、秋山の2点タイムリーヒットで先手を取りましたライオンズ。3回は3番栗山がヒットの後4番の中村、本人ストレート系統という話でした。そうですね、やはりあの変化してるんですね、手元で中ボールの後ですからね、はい、素晴らしい一発ツーランホームランが中村に生まれまして4対0と突き放します。追いかけるライオンズは4回5番のティーオからシンカーを内側に持ってきました。そう、追い込まれているんですかね、よくあの拾いましたよね。4対1と1点を返します。バファローズ反撃の1点、その後トガメがペーニャに対してのこの1球、左手首に当たりました。球場が少しざわめきエキサイトするシーンになります。ここで田辺監督代行がピッチャーを変えました。そう、あの本当にね、トガメ投手が言うようにリズム良かったんですよね。その後ボウレンがランナー二塁三塁のピンチを迎えますが、伊藤をストレートでねじ伏せ、そして最後はフォークで仕留めました、うん、そうですね、伊藤俊太と一本出ません。この回が全てかなという感じですね。そうですかね。7回はチャンスを作ったライオンズ、ここはもう連打連打でしたね。そうですね、メヒアのライトへのスリーラン、まあ、ゲームを決定付けると言っていい、はい、もうこれでね、はい、あの反撃の威力なくなったという感じですかね。第9号スリーランホームランで7対1とライオンズがします。そして最後は中3日、ストッパーの高橋が7点差で登板しまして、バタラを三振で打ち取りましてゲームを締めくっています。